はいはいはい、よいしょ。はい、どうも、ソイジマックスです。イエス、ソイジマックスです。イエシ、こっちもあるぞ、こっちもあるぞ。先日買いましたフライカム、これ重い、はっきり言って重い。いや、これを活用した映像を作りたいと思ったんです。でもね、ちょっと重くて無理だなということで、これをサポートするサポートアームを買ってしまいました。いってい。はい、これなんですね。でかい。意外とコーク便が早かった。別の機材を同じ店から買ったことがあるんですけど、これ中国から来るんですよ。前ね、買ったのは一回ロシアに行って、でもう一回1ヶ月以上かかりましたけど、これはわずか何日だ、3日4日ぐらいで来たよ。早かった。びっくり、びっくりです。さあ開けよう。さあ、どういうものが出てくるのか。これは、うわ、なんか、おお、なんだ、おお、ほう、これ使えそうですね。これまた収納のために取っておこうと思います。これがアームですね。サスペンションのアームだ。これが、接続用のベストとアームを接続するためのものでしょうね。ベスト、すっごい、なんもない、説明書もなんもないわ。そうかい、そうかい、なんもないわ、説明書もなんも、なんも、すごい、実に知ってる。この3つしか入ってなかった。なんだ、いいのか、これで。説明書くらいいいか、しゃあないな。とりあえず開けましょう。とりあえずチェック。これがベストだ。あー、まあまあまあ、いや、まあちょっと安い感じはするな。非常に安いアームだったので、まあしょうがない、こんなもんかな。これがこのベストと接続するためのジョイントですね。結構頑丈な作りしてます。よし、バネ付きサスペンションアーム。しかし本当に説明書も何もないんだな。これを買うんだったら大体わかるでしょっていう感じのユーザー向けってことよね。とりあえず一遍切ようかな。じゃないとわかんないもんね。レール、あ、レールになってんだ。ほら、ここで止めてくださいよ。じゃあ来ます。こうですね。うわ、怖い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 。よし。よし。あ、え、ん、わかんない。ちょっと待って。脱ぐ。これはでもちょっと改造はいるな。このベストに関しては、存在な作りをしてますよ。まあ安いからな。こんなもんといえば、こんなもんなんでしょうけど。あ、これだな。え、これどこ？こっちか。ボディアーマーみたいですね。ボディアーマーの方が着やすいぞ、でも。多分大体こんなもんでしょう。とりあえず着てみました。あ、でもきっちりと調整しないとフィット感は得られませんね。これか。これを。はい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 。入った。うわぁ、こういうことか。ビヨン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 となると。はい、フライカムです。特に今カメラ乗っけてないんで。まあまあ一番軽い状態です。これをここに。ああ、はいはいはい。あ、楽だ。これは楽だね。で、これ強弱の調整はここでしてくださいですね。ネジは右締め左時ですから、左に回せば多分緩くなるんだろうと勝手に予想して、緩くしてますが、緩くしてるつもりですが、緩くなってるのかしら。その説明書もないもんね。でも楽です。わわわ。これが、危ない危ない。これが、ついてると、全然この重さは感じません。ちょっと外しとこうよ。これがあれば、ちょっとなんか飛び出てくる。何これ、ん、どういうこと、逆、え、こっち、え、どこ、何これ。もう説明書が入ってない段階で皆さんお分かりになると思いますが、これかなり安物です。安いです。コストパフォーマンス最高やと思います。どうかな、おぉ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 、これ楽かも。今これカメラは重りもバランスも何も取ってないんですけど、これ手で持つより全然楽です。めっちゃ楽。これでスムーズに使えたらバッチリだ。よし、とりあえずじゃあバランスを取ってテストだな。次はテストだ。とりあえずこっちのバランス取らなきゃね。あば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 。こっちはむにゃむにゃ動いても、こっちは結構安定してます。モニターをつけるとめちゃくちゃ見やすい。皆さんがモニターをここにつける意味が分かりました。